沢田研二フォーカスレモジュリ特集。今日のテーマはこちら、沢田研二のカラオケ人気曲ランキングということで、通信カラオケでも有名なジョイサウンドが調べた、沢田研二の人気曲ランキングベスト19出ております。ちなみに今日は2月2日ということで、この収録日実は1月27日木曜日の、2時頃なんですけども、今日見たらランキングがガラリと変わってましてですね、っていう感じで、まあ、せっかくなのでその先週の1月の27日木曜日のランキングと、今日2月2日のランキングはベスト3だけエンディングに、ご紹介いたしますので、合わせてね、チェックしてみてください。まあ、ネットとかでもいろいろ調べますと、まあ、ジュリーのね、曲は歌いやすいという人と歌いにくい人っていろいろいると思うんですけど、あの、まあ、声の、まあ、キーというか、に関しては、まあ、そこそこ高いとは思うんですけども、まあ、めちゃくちゃ高いという、まあ、例えば、バンドのスピッツとかねはもうすごい高いんですよ。まあ、僕もその、カラオケであのスピッツのねロビンソン歌ったことあるんですけども、アマチュアマリ状態でね、イトレじゃないってみたいな感じでずっとね、何しに来たんだっていうね苦しみに来たのかみたいな、高さなんですけども、まあ、ジュリーの場合はどちらかというと声が高いというよりも音域が広いという、下から上まで、まあ、まあ、非常にこう広いというかね、まあ、前世紀のイチロー選手みたいな感じで、もうすごいもう4割ぐらいの、 あのすごい音域というかですね、持つということで、ですので、まあ、歌いやすい曲もあれば歌いにくい曲もあるというのが、まあ、ジュリーの楽曲だったりするかなとは思うんですけども、前回のレモジュリ特集ではですね、ネットのシングル曲のベスト30ということでお送りしたわけなんですけども、今回はカラオケということで、前回のネットの場合はどちらかといったら女性のジュリーファンの方が多かったのかなとは思うんですけど、やっぱりカラオケとなるとね、やっぱ歌うのはどちらかといったら男性の方が多いのかななんて思ったりですね、前回のランキングと比べながらですね、今日は進めていきたいと思います。今回初めてねレモジュリー特集、お聞きになる方は、あの前回のねレモジュリー特集、沢田研二シングル曲人気ランキングトップ30ネットラボ調査隊調べ、こちらもぜひご一聴いただけたらなと思います。では、ね、19位から11位、行く前にその前回のネットラボ調査隊の19位から11位の、まあ、気になる曲としました。やっぱ衝撃だったのは11位の TOKIO、 12位のダーリングね、もうまあなんかもうベスト5に入りそうな曲が11位と12位に、まあねランキングされたわけなんですけども、それでは、カラオケの人気ランキングということで19位から11位までずらりと行ってみたいと思います。19位酒場でダバダ、18位あなたへの愛、17位憎みきれないろくでなし、16位追憶、15位許されない愛、14位あなたに今夜はワインを振りかけ、13位なんじゃこれ沢田研二メドレー危ない時間アットカラオケ、これは何なんですかね、12位がラブ抱きしめたい、そして11位がコバルトの季節の中でということでございます。13位のメドレーというのは何が入ってるんですかね。で気になる、まあ、曲としましてはですね、19位の酒場でダバダ、これ分かりますよ。これねすごいあのジュリーの曲の中でも歌いやすいんですよ。あのなんか中域というか、あまり高くもないしあまり低くもないで、結構疾走感あるアップテンポのナンバーじゃないですか。でやっぱり男の人の場合どちらかというと飲みの席の後にカラオケ行く人ってね多いと思うんですよ。みんなでなんかね休みの日に男4人でね、カラオケ行こうなんて、なんかまあね 10代の学生の方とかはあるかもしれませんけど、ね、50代60代でねなかなかそれ いませんよね、なかなかね。でそうなるとこの酒場でダバダっていうね、ダバダ DB ダバダ、これがもうなんかもうぴったりですよね。飲んだ後にもう何歌ってんだかよく分かんないみたいな、あの声の、まあね、高さも、ほどほどに、結構気持ちいいんですね酒場でダバダ歌うとね。で17位憎みきれないろくでなし、これも憎みきれないろくでなしはね結構難しいんですけどね、あのタモリさんも絶賛の、ね、当時ラジオで、ゲストで出たタモリさんがこの曲名曲だよねみたいなことを言っておりましたけども、追憶16位ね、追憶もいい曲なんですけどね、12位ラブ抱きしめたい、これでもねラブ抱きしめたいはねやっぱりあの艶っぽく歌わないとね、ジュリーみたいにね、あのどうしてもこう拳を回してなんかこうね、演歌調に歌うとなんか一気にね、なんか残念な結果にもなっちゃうかもしれませんけども、次は、
ベスト10でございます。前回のレモジュリー特集のベスト30シングル曲のね、10位から、6位までずらりといきますけども、10位がラブ抱きしめたい、9位がストリッパー、7位が同率でサムライヤマトより愛を込めて、6位がカサブランカダンディという、ね、順位になっておりますけども、カラオケランキングではどういう、ランキングになっているでしょうか。第10位サムライということでね、これサムライはやっぱり難しいと思うんですよ。なんていうのかな、まあ、声もそこそこ結構、高い位置にあると思いますし、特にこうね叫ぶようなところあるじゃないですか。なんかこうね、あの艶っぽくね、あーという感じで言ったらいいんですけども、あーっていう感じになってしまうね恐れもありますから、ですから、まあ、こう雰囲気出すのは難しかったりしますけどね。第9位君を乗せてということでね、この曲本当にいい歌で、あの歌い上げる感じの部分がありますので、カラオケで歌ったら気持ちいいでしょうね。そして第8位がダーリングということでね、この曲もね結構酒場でダバダと同じく気持ちいいんですよね。結構こう乗ってね、雰囲気が、そして第7位がストリッパー。ストリッパーはねやっぱりね、ジュリーの曲の中でも、まあ、かなりハイレベルな、まずキー高いですしね、まあ結構こうやっぱりこうロックでちょっとこうロカビリー入ったナンバーなので、かっこよくこうちょっとハスキーにね歌わないと、感じですよね。第6位がヤマトより愛を込めてということでね、これこの曲難しいんですよね。やっぱりストリッパーとは逆で、あまりダミ声でね歌っちゃうとね、ジャイアンみたいに残念な結果になりますから、こう美しく歌わないといけないというね、感じもいたしますけども、それではベスト5の発表です。第5位は TOKIO ということで、前回のね、11位のランキングからね、やっぱり TOKIO は盛り上がりますからね、カラオケで歌うとね。知ってる方は多いですしね、ジュリーのファンじゃない方でも TOKIO ね、ご存知の方多いと思いますからね、まあ場がやっぱ盛り上がるのが一番でしょうね。そして第4位はカサブランカダンディということでね、この曲もやっぱ TOKIO と一緒でね、盛り上がりますもんね。詞も結構独特なので、なんか今はちょっと歌ったら大丈夫なのみたいな、詞という感じもね、いたしますけども、まあまあ、でもね、古いその男をこう表現した、詞っていうのはなかなかね、これも盛り上がったりいたしますよね。そしてベスト3です。第3位は、危険な二人ということでございましてですね。まあこの曲もね、盛り上がりますよね。やっぱりこう、上位はこう結構盛り上がるこうテンポのねあるナンバー、そして皆さんがよく、ご存知のナンバーがやっぱりねカラオケでは、いいのかなと思うんですけども、さあね、2位と1位ですけども、やっぱりこの2曲が残るということで、さあ今回はあの曲に勝てるのでしょうか。第2位の発表です。勝手に仕上がれということで、前回に引き続きまた敗れたよ敗れたよって言い方あれですけど、今回も2位ということでね、いや、やっぱりあの曲は強いなという感じも思いますし、まあでもね、やっぱりジュリーといえば勝手に仕上がれという感じのイメージもありますので、この曲は皆さんやっぱりね歌われる方本当に多いと思うんですけどもね。さあそして第1位でございます。今回もやっぱりこの曲でございました。時の過ぎゆくままにということで、まあね、もう歴史的な名曲でございますからね。ね、悪友先生もね今ヘッドホンつけて喜んでるでしょヘッドホンつけてるかどうか分かりませんけどね、えだろっていう感じのこう顔でね、うなずいてらっしゃると思うんですけども、まあ本当にね、やっぱりもう名曲ですから、やっぱり歌いたくなりますよね。で、まあさほどキーも高くないんですよ。ただやっぱりね、ジュリーのように歌うっていうのは非常に難しいと思うんですけども、やっぱりこうね、カラオケではちょっと一杯飲んでね、時の過ぎ、またね、時の過ぎゆくままにっていうなんかタイトルがね、なんかこう自分の人生をこう振り返りながら歌うっていうのも非常にね、ちょっと酔っちゃう感じもいたしますけどね。で、この今までのランキングは先週1月27日木曜日の、ね、ベスト19だったわけなんですけども、今日2月2日のカラオケランキング午前10時確認分でございますが、ジョイサウンドのねベスト3は、第3位が危険な2人、第2位がなんと時の過ぎゆくままに1位が勝手に仕上がれということでね
まあ多分あれでしょうね、勝手に仕上がると時の過ぎゆくままには常にこう、ワンツーポジションをこう争っているんでしょうね。さあということで今日は、沢田研二のカラオケ人気ランキングということでお送りいたしました。沢田研二フォーカスレモジュリ特集、今回は以上です。また次回お会いしましょう。こちらのコーナーを含みます月曜日から金曜日6時半にジュリー最新情報、楽曲などを紹介するレモンジュリーステーション、こちらのサイトもぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ足を運んでください。しげもんでした。